たち、名雲星、迂回派は、美前国迂イザとの投稿の一派。迂回派、境界派とも書く。雲類とも。代表的投稿の雲星、雲継ぎをはじめ、一派の投稿の多くが、雲の通字を用いる。美前国の一派であるが、一般的な美前者とは似ず、軽のライ派や、美中国の青江派、ビンゴ国三原派の初代聖果に近い作風を示す。活動は、 鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての104年程度の昇流派であるが10ぶり以上の日本刀が重要文化財に指定されている。江戸時代の伝説には、お船派の国とも国吉なる人物が後醍醐天皇の五番単屋になったことをきっかけに、雲星、雲次と名乗り、新しく一派を立てたという物語があった。しかし、後醍醐即位以前に、雲星、 雲継ぎ名がある作品が発見されたことにより、実証的に否定されている。岡山県岡山市北区水戸のうか川うか派は、微前国うか里で、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて活躍した投稿の一派。迂回うか荘の自動職は、上級の乱で功績を挙げた、相模国松田氏が得ており、戦国時代末期まで松田氏の支配が続いた。 特に剣務の申請前後の時期に大きく活躍し、軍旗物語、大平記にも松田聖朝という武将が登場する。鵜海イ層の近くには、オサ船派の本拠地であるオサ船という巨大なダイヤ鳥があるにもかかわらず、鵜海派がこのような偏僻な場所に火事場を構えていた理由について、福永は松田氏からの招兵があったのであろうと推測した。その歴史的な出自については、 謎が多い第一に、江戸時代には、おさふね派の国とも、国吉が、後代五天皇から雲星、雲次の名を貸しされたとする説があったが、この説は、実証的に否定されている。第二説に、竹谷直政、竹谷直政伝書によれば、おさふね派に、おさふね住五郎森重という投稿がいて、二代、森重の子が入道して雲星を名乗ったのが、最初であるという。 第3説に、単野名衆によれば、出雲国から来た投稿であるという説もあり、福永水賢は、ウカ派には、備前者らしさがない点からして、この説は、傾聴に値するとした。ウカ派の祖である、初代久茂生には、加減に61歳の名がある作が存在し、加減2年に数え61歳から逆算すると、関元2年生まれの投稿となる。初代久茂次は、 古説では、初代雲生の弟とされるが、石井正邦には、活躍の年代からして、実際には息子であろうとした。また、石井は、大英頃の四代継ぎのあたりで、鵜飼派はオサフ派に合流して消滅したのではないか、と推測した。鵜飼派の屋敷跡と伝わる場所が、道峠を南に二キロメートルほど行ったところに、存在し、東高雲生パ跡の標柱が立つ。実際、 周辺を掘ると鉄子が出るという。2020年時点で、雲星の名跡の日本刀は少なくとも、在名五ぶりが重要文化財に指定されており、無名のつて、雲星の日本刀も一ぶりが重要文化財である。雲ぎも、在名六ぶり、無名のつて、雲ぎの一ぶりが重要文化財指定。微戦国の刀工集団であるが、微前物と違い、それが軽ぞりになっているのが特徴。 また、地鉄は、備中青江派に似た、雲の糸肌になっている。福永水賢によれば、刀剣の入札鑑定の定石として、慶の来派の作品と見立てて、いやと言われたら、うか派の作品であると鑑定するのが、定番になっているという。本間香織さんは、最上をわざものの一項の四大聖家の先祖で、三原派の祖である、初代聖家の作風に、雲聖、 雲継ぎと似通う点があることを指摘した。門官房、広島新海岸、憲本着色後醍五天皇五蔵、山田朝上森義厚氏の古今丹野美行が語る伝説によれば、雲勢と雲継ぎははじめ、長船派の丹野で、それぞれ国友と国吉という名前だったが、現行年間に入教し、五代醐天皇の勅命で立ちを担当することになった。 そこで、天に対して、帝の栄誉にかなうような名剣が作れるように、祈っていると、ある夜、浮雲を模した波紋を焼いた夢を、兄弟揃ってみた。そこで、夢の通りの波紋を試してみると、昼いない見事さだった。兄弟が立ちを献上するときに、浮雲の夢の話を、五代醐天皇にしてみたところ、帝は漢字入って、国共に、雲星の名を、国吉に、 雲継ぎに名を貸しした。そして、兄弟はおさふね派から独立して、新しく迂回派を建てたのであるという。しかし、そもそも、五代醐天皇即位以前から、雲生命の刀があるため、この伝説は、実証的に否定される。福永水賢は、このような伝説は、古今単野尾行以前に見当たらないため、浅植門自身の創作であろうと主張した。福永は、浅上門が、 このような逸話を考えた理由として、平安上雲星、常時元年2月日という名の日本刀が存在することから思いついたのではないかと推測した。なお、北朝の1362年は、割れ9月23日に、公安2年から常時元年にへ改元されているので、常時元年2月という月は存在せず、この日本刀の名は、明確に偽名である。ありがとうございます。